おとくんちゃんです。ラットですね。今回はですね、久しぶりにミラー、はい、やっていきたいと思います。で、デッキなんですけど、まあ、枯渇ですね。枯渇の、まあ、ミラーを入れた超高回転ですね、 2.2 なんですけど、まあ、これ元の形がですね、これまあミラー、まあ、鏡の悪が本当はロケットで、そのみかんさんがそうグラチャル12勝してて、みかんさんがこの鏡の悪ロケットでやってたデッキをパクりましたね。はい、もうパクりました。パクって、まあ、そのロケットを鏡にしただけですね。はい、っていった感じのデッキで、まあ超高回転なんでね、疲れるんですけど、はい、やっていきたいと思います。さあ、よろしくと。あと日本人の方ですね。で、めちゃくちゃ回転早いんで、どん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 攻めていくんですけど、キング起動されるとめちゃくちゃしんどくなるんですよね。これスペルないからバレルでしか、あー待って、これさったらみかんさん枯渇みたいな、一応トルネキ警戒で、これオリババシティや、はいはい、あー、これはミラー対決ではないけど、あっちゃうわ、全然ちゃうよ。アプリン振り向いて優秀。お、おー、痛いな、これ痛いな。相手ペッカか。相手ペッカですね、最近流行りの。全然ミラーじゃなかった。相手はペッカで、これロリババコウモリギャング言うのなんだ、うん。これアイスピで受けますね。はい。相手これコウモリスケの、だから回転早いな。コウモリスケ吹き矢で回されるから、吹き矢で、おいしい。そうさせて、まあ、こっからですね、相手ロリババまだ持ってるから、咲かせたい。よいしょ。ライドラ。はいはい。OK。これはスケルトン出して、多分完封できる。で、問題はこのライドラちゃんですね。あー、感電痛いな。マジで感電痛すぎ。これプリン出して、もうバレル飛ばします。あー、この吹き入ってほしかったな。惜しい。で、あれはもうロリババでいいですね。ロリババ打つところはないんで、他に。これバレル飛ばしてロリババでもよかったな。これコウモリかスケルトン来るから右にアイスピ出して。あ、来なかった。え、スケだな。左絶対スケだな。はいはい。で、これバレル1回外します。で、これ吹き矢延命するためにアイスピ出します。 OK、 延命できて、ロリババ転がして、もう1回吹き矢出して、プリン出して、忙しいよ、いろいろ忙しい。でもう1回バレル飛ばして、あー、まああれはバイバイして、これ右か左コウモリかスケ延命、あー延命してよ。さあ、まああと430だから多分削れる。ワンチャンここでライトニングとか来ると厄介だけど、バレルからのバレルしとけばさすがに止めれないでしょ。 OK、 はい、だ OK、 グッドゲーム。いやー、まあ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 、そう、使い方はこんな感じって言っても賞味、はい、言ったら鏡使ってないやーってなるんですけど、まあ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 、まあ、使ってないわけではないんでね。そう、使え、一回でも使えばもう鏡のおかげみたいなところは、まあちょっとだけまああるかな。はい、さあ、マッチですね。さあ、また日本人の方ですね、多いですね。さあ、よろしくと。で、まあ、使い方のコツ、コツはな、まあ、コツっていうのはない。まあ、強いて言うなら、その、プリンセスとフキアとかを近くの位置に出しすぎないこととかかな。その、ここにプリン出したのに右からフキアとか出したら、結構勝負的なことかもしれないですけど、2体同時に処理とかされちゃうんで、結構遠目の位置にですね、プリン出したなら、遠目の位置にフキアを出したりっていうのがすごい大事かなと思います。これ、惜しいですね。トルネ警戒の位置出して、まあこれは左、あー一発ぐらい入れてほしいな。
することないから、まあロリババ ISP 吹き矢とか使いつつ、でこれはあのライドラは ISP で緊急起動させてもらって、その後トルネで吐かすかな。これ ISP でライドラが打った瞬間に ISP で緊急起動して OK で、あのこれは延命します。でこれロリババ出して、相手この吹き矢だるいで、ウッドかなんか使うところをバリル飛ばして使わない、いかい、まあ、右側とりあえずスケルトンとかなんか来たように ISP で延命、よいしょ、あーこれスケルトンで延命します。はいはい、よし、まあ、もう一回 OK で、ここでもう一回延命します。あー、いらなかった。で相手もミラーですね、まさかの。仲良くしようよミラー同士。さあっていう感じで、もう完璧ですね今のところは。まああと400なんで、まあ問題が、唯一のこのデッキの問題がスペルがない、スペルしかないようなデッキなんですけど、スペルがないんで、これも ISP で止めてあげて、よいしょ、 いらなかったか、まあいいや。バレル飛ばして、はい、これ端前吹き矢して右側ダメージ稼ぐ、プリン出す、で左のこのプリン延命で、相手のホバリングがこの辺に出てくる、あーライドルか、痛いな、これ延命したい、延命したい、いろいろ延命したい、あーやばい、オッケーオッケーオッケー、延命やめろ、うん、はいはいはい。でこれ ISP で延命、吹き矢出す、でプリンも出す、もう右と左のサイドに交互に出す感じですね、イメージは。はい、もう15秒なんでね、勝ちましたね。あ、これ延命じゃ、延命できないよ、これ。あは、まあいいや。てな感じで、さあ、まあ無事勝利ですね。相手もミラーでき、面白いですね、ホバリングミラー。ホバリングミラー、さては強そうですね。はい、グッドゲーム。よいしょ、さあ。ラストですね。また日本人じゃないかな、これは。日本の方っぽいですね。よろしくぞ。で、まあ、初っ端バレルは防衛されてもいいんで、トルネ警戒の位置に飛ばしたいですね。さあ、ここかな。はい。飛んでいけ。はいはいはい。まあ、バレルですね。おー、おいしい。なんか一発入った。さあ。これ結構困るんですよね、することなくて、回転早すぎて。これワンチャンなんか来る、来た。これ ISP 使ってちゃんと止めて、ノーダメで緊急起動。あー、待って待って、気づかなかった。逆サイ、フチート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 、おいおい、やめてー、フチらないでー。これ美味しい、使った。これ左が相手めちゃくちゃ苦しいで、右も苦しい。あ、でもトルネで座れるか、やばい、吸わないで、吸わないでー、そりゃ吸うよね。まあいいや、まあ いや、右のランバーが縁ちゃったのがちょいと痛いですね。まあ事故、縁るかっこ事故るみたいな感じですね。痛い、ランバーの右手、僕両親指でやってるんですけど、その親指で左手に、ん、右親指でちょっとユニット出してて、ランバーが見えなかった。痛いですね、このダメージが。やばい。待って、ランバーの抑え方が下手くそみたいな。はいはい、まあまあまあ、この辺まではね。この辺まではね。で、相手はウッドを取るね、なので、端前吹き矢とかやりたいですね。端前吹き矢に、そう、相手がウッド持ってる場合は、端前吹き矢に、ウッドを使わせてからのバレルだったり、逆にバレルにもうウッドとか使わせてからのね、プリンセスとかを延命するっていう、まあ言ったら2択ですね。よいしょ、あ、やばい、けど吹き矢 OP ですね、火力上がったから。ふう、まあこれは勝てそうですね、多分。吹き矢が強い強い。一回こういうところで外してあげると、相手はね、意外と分かんないもんなんですよね。
でこれもう一回ロリパパ転がして、もういろいろ転がしてあげて、めめめめめ、あ、めできないよ。あー乱暴か、やばいやばい、やった、やぶねー、あぶねー、ミラーのおかげ。まあ事故ったのは自分のせいなんですけど、もう一回バレル外してあげて、あ、外さなくてよかった、やばい。さあラスト守れるか、これ絶対いきますね、マジで絶対いきますよ、絶対、ほら、やばいやばい、いてー、ちょい待って、スペルでワンチャン負ける、ウッド使え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 、あ待って、あーやべ、いや、あるある、全然ある全然ある、あ、メガ一発、おもー、やばい、ちょっと無言になる集中してちょっと無言になる、あー危ないよ、グッドゲーム、いやー最後危なかったですね、けどなんとかなんとか、はい、ここまでゴレましたね。でそれまでにゴレと結構当たってたんですよね。そう、ゴレ3、4かな。でこれ負けた、これも、お、同じ、やば、同じ、そう、これももうランバーに2000ぐらい持ってかれたんですよね。あれ、はい、ただ流行ってますね、このホグも、てな感じですね。多分誰か動画出したのかな、最近 YouTube 全然見てないから、まあ、わかんないんですけど、というところでこちらの枯渇ですね。まあ疲れるんでね、3分間頑張れるよって方はね、ぜひ使ってみてくださいという感じで、今回は以上になります。で、ですね、 YouTube 僕のチャンネル登録もう少しでマジで100人とかかな、多分。でもうチャンネル登録6枚いくんで、ぜひね YouTube チャンネル登録してもらえるともうめちゃくちゃ嬉しいです。ということでね、終わりにしたいと思います。ではバイバイ。